さて、続きを始めようって、家を作ってたら急に一面のボスが出てきたって。どうなったんだ、消えたか。危ねえ、危うくカウンターだけで倒してしまうところだった。人は倉庫整備をしてたら急に邪悪な気配を感じた。邪悪な何かがあなたを見ているだったかな、とか言いながら、これやばいんじゃないかって思ったら襲ってきた。スライムバナーってなんだ、いらないな。ただす、もう襲ってこないのかな、もう襲ってこないなら。マジか、ライフポーションそんなにいらない。こんなもんでいいか。うん、襲ってこないからこのまま探検に行くか。装備して、あれ捨てた、捨てなくてもいいじゃないか。あれ光らないぞ。あ、もうこれで常に光ってるのと状態か。なんかむしろこれ降ってたらずっと光ってるからいいんだった。じゃあこれで冒険に行こう。違う、マップどうやって見るの、スタートか。今こんな状態だから冒険に行こう。とりあえず海を目指すか。右側の海を目指そう。右側の海を目指していくぞ。何があるかな、ゾンビがいたようだ。そんなものいなかった。武器が強すぎて、強くてニューゲーム中だから落ちても死なないし。ゾンビ痛い、ゾンビなんていなかったんや。ひたすら切ってるだけの簡単な技。冒険の旅にレッツゴー。ついでに空島を見つけとくかな。悪魔の目玉が襲ってきて一撃で倒せないだと、なんていうことだ。ゾンビ、なんかいらないアイテムがいっぱいどんどん入っていってる気がする。お、もう海か、もう海か、早いな。ゾンビは上か、あ、下にもいた。あ、これ後ろにも攻撃判定あるんだな。もう海か、しかし早いな。お星様、もう海だな。この下海違うか。海、あ、水がない。なんだ、何これ。あ、違うのか、海じゃなかった。あれ、なんだ、ピラニア。もしかしてここはジャングル、ジャングルか。痛い。あ、その音楽はジャングルだ。ミミズってなんだ。ひー、やつが来るはずだ。名前なんだったっけ、あの変な人食い、この葉っぱみたいな。来ないな。さらーっと流したけど、ライトスキー。一応適当な、なんだこれ。手袋。壁乗り手袋。素材。トゲ付きシューズと一緒に装備すると効果が増す。お、壁登るのか。まあいいか。とりあえず取っとくか。宝箱はいいや。ゾンビが落ちてる。ゾンビが落ちてる。これ金じゃないか、しかも。金だ。だらだらだら。鈴鉱石、なんでそれ、金じゃなかった。鈴鉱石な、これ知らないぞ。この機械あるのめんどくせえから、もうこれ、でもこれ見えない。まだジャングルが続くよ。
ジャングルクモイか。オッケーだ。ジャングルといえば8月。あ、ほんじゃにそうだったよな。蜂が強すぎて泣きそうだったよ。福田君と一緒に泣きながらやった記憶がある。アイテムじゃ、宝箱買った。ブーメラン。お、今度は邪悪の土地じゃないか。なんだこっち。こっちにばっかりイベント的なやつが集まってるぞ。どうしたまー。またアイテムだ。いや、だから今のうちに、暇だからじゃないけど、何人家に住みに来るか分からないから6部屋追加してたんだ。6部屋追加してたら急に不動リフか忘れた。不動なんとかが襲ってきた。で、そんな急に襲ってくんじゃないよ、まだ録画してないよってことで消したら消えた。次の 夜までお預けだな。次の夜になったらエクスカリバーで一瞬で倒してしまおう。お、ついに来たか。痛い。なぜ吠えた。あ、下にクモの巣があるのか。クモの巣があるから急にドバババを取るのか。海よし、じゃあ行くぞ。とう、もう後戻りはできない、後戻りはできないぜ。あれ、画面端から消えたか。シャチが襲ってる。シャチ敵多すぎじゃないか。アイテムない、アイテムないな。やばい、ここにある。よし、早くスパー。よし、シャチはいないことを確認してからアイテムを取る。お、なんだこれ。ちょ、取れない。マジかよ。何か知らないアイテムがあったけど取れないから一回戻ろう。一回戻るよ。体力がない。減っていく。ふう、もう持ち物満タンじゃないか。適当にいらないもの捨てよう。なんだよこれ。手裏剣、ライトスティック好きなんだけどな。邪悪なキノコとかやばいだけだ。こんなもんでいいか。晴れてきた。じゃあ行くぜ。とう、すー、この辺かな。当たった。ふ、あれ、ついでに、あれ、できない。水辺の宝箱を手に入れたりとか。さ、サメが来た。逃げろ。ピーポーくんでーす。あかん。羽がなくなった。羽が、体力やばい。早く逃げちゃう。ふぅ、キノコ食べること。チュクいらん。キノコ大好きだけどいらん。ここには何があったんだ、わからない。まあいいか、使うとなくなる。なんだそら。よし、使ってみようか。ビーチってレベルじゃないな、ここ。砂ブロック。ビーチっぽくしよう。ちょっと、もうちょっとな。こんな崖じゃなくてもいいじゃないか。楽しくみんなで遊べるぐらい、ちょっと取っとくか。それくらいでいいかな。海の水が流れていくよ。さあ、使ってみようかな。どうなるんだろう。
ほい。おいおい、どこ行くんだよ。何かはやってきたけど。ちょ。ちょ、どっか行ってもだ。あさってのこ行ってもだ。ちくしょう。使ったら何かやってきたけど、何なんだろう。もしかしてあれを使うことで、新しい商人でもできてるのかな。あれが売ってるとか。こいつか、武器商人がやってきたんか。ルード、なんか人多いな。しかもめっちゃ来てるじゃないか、下の間に。俺の部屋全部吸収する気か。8部屋あるだろ、今。1、2、3、4、5、6。あと2人しか住めない。8部屋も作ったのに。しょうがない。ちょっと、買っていこう。8部屋が一緒にしなくなる。家を買って、新しい家を作らないと。まさか8部屋が一緒にして、埋まるなんて。しかし、強くてニューゲームだから。適当にやってるだけで、次から次へと進んでいける。じゃあ、いつもジャングルとか、普通の地下を掘るのはやめて、いきなり、洞窟に行こうかな。洞窟じゃないな、ダンジョンか。いきなりダンジョンに行ってみようかな。でもダンジョンは夜しか行けないな。工藤を倒してから行くか。この木材どうなるんだろう。邪悪な木材とかならないな。エボンウッド。なんかやばそう。どこ？エボンウッド捨てよう。エボンウッドどこだ？エボンウッド。これか。で、なんか変な音ってんだ。もうまた取ってもだ。デスウィードいらねえよ。そうだ。これやったらどうなるんだろう。これゴツンしたらどうなんだろう。いきなりやつを襲ってくるのかな。3つ壊したって言ったら確か壊れた。背筋がこうやつが襲ってくるのかな。いきなりそこを行くって。これ壊せるのかな。おう、ダメージ痛いよ。とっても痛いよ。やっぱりあれか、無理か。表クリアせんと無理なのかな。あと一発があったら死ぬんじゃないか。ゴフー、死んでしまう。やめとこう。表クリアするまでの辛抱だ。あれ、引っかかる。よし、しょうがないから、まずは表をクリアすることに専念するか。ほう、育ち玉はないな。育ち玉あるか、育ち玉ないな。育ち玉まで一緒に探検していくっていう。育ち玉は見当たりません。ほう、育ち玉は見当たりません。海の真上かな、もしかしたら。なんだあれ、ただの飾りか。ふーん、空島はありません。空島ありません。空島あるか。空島ありません。空島は見当たりません。戻ってきてしまったじゃないか。あったあった、空島。
トラジマだ育成とう。お、スダジマが凍ってんぞ。なんでこれ、俺の知らないスダジマだ。あ、でもかわいいハーピーさんがいるじゃないか。これ鍵は？鍵閉まってない。でもこれはいらないんだけどな。も持てない。手榴弾いらない。なんだこの可愛らしい宝の子は。持っていくか。素晴らしいポーションいらない。しまった、変な壁を壊してしまった。すまないね、変な壁を壊してしまったから直しておこう。これかな、天空の宝箱、天空の椅子とかかな。これなんだこのロトの紋章みたいな。なんかハーピー軍団がいつの間にか大量に。天空のトウ、次だ。空の上まで行った。次の空島を目指して、次の空島を目指して。ここどこですか。俺の家は、もうすぐ俺の家じゃないか。ああ、まだまだ空島はもっと上にありそうだな。まあいいか。なかったらなかったでいいや。もうすぐ家かな。よし、俺の家だ。ただいま、どうして君たちはどうやって家に帰ったんだい。家、ここ扉壊したんだけどな。どうやって入ったんだろう。まあいいか。さあ、こっち側だ。左を行くぞ。お、俺が植えた家じゃない、木がどんどん大きくなっている。飛んだらダメだ。下を走っていかないと。何か面白いのがいるかもしれない。スライムとか雪男がいるかもしれない。夫はごめん、危ない危ない。ペンギンさんを倒してしまうところだ。ん、何もないぞ。なんでここは、なんでこれは俺の知らないステージか。なんだこれ、木がある。新しい何かができてんのかな。通れない。なんか木材だ。やっぱりなんかある。木材土ブロック、ペコーンとか言ってる。何かがある。何かある。お、なんだこれは。家があるぞ。なんだこれ、葉っぱのワンド。葉っぱを設置する。葉っぱ設置してどうするんだろう。しまった、やっぱり持っていけない。宝箱違う。ブーメランとかゴミ入れこっちにしよう。ここゴミ入れね。ゴミじゃないけど、これはもう持ってるからな。鈴鉱石、壁面を降りる。つまり駆け上がったりできるんだな。その辺のやつ全部もうすっ飛ばしてるからな。天空の宝箱、水辺の宝箱、サンゴ、どうでもいいやつ。ライトスイッチスティックは実は結構かっこいいんだよな。あれ投げたらピヨーンって飛んでいって、かっこいいってなんだよ。いやじゃなくてもう銃があるんだよ。
これは使ったらやつ。これは敵を呼び寄せるんだな。ピンガード。お、合成できるぞ。福田君絶対捨てんなよ。絶対捨てんなよ。福田君絶対捨てんなよ。おい、ちょちょちょ消えたじゃないか。何してるんだっていうのを福田君と一緒にやったな。絶対捨てんなよって言ったじゃないか。ふひひさわさん。あれ、どこでやるんだったっけ。こうじゃないか。こっちか。あった。5個でいいのか。マジか。消えた。チャキンチャキンチャキン。やったぜ。これは使えないのかな。ダメって言われた。新しいキャラクターを作った時に使おう。これいらない。これもいらない。こんなもんかな。やばい、もうすぐ夜じゃないか。どうしようかな。夜まで待って一面のボス戦うかな。時計どこ。時計、時計じゃない、太陽どこだ。お、暗くなってきた。そら空飛んだからだよ。あ、でも暗くなってる。ということはなかった。そうだ、これジャンプしながらこうしたら速く進むんだよ。失敗するとこういう止まってしまうけど。昔やってたな、こうやって。よし、乗るんだぞ。さあさあ来い、さあ来い。来ないの？見ていいとか言われないけど来ないのかな。マジか、来ないのか。やつが現れたとか言って。来ないのかな。一面のボスまだ倒してないぞ俺。さあおいで、さあおいで。バージョンアップ前は最強だった。シャークの銃で撃ってあげるよ。メガシャーク来ないな。やっぱり途中でやめたから。こんなやつとやってられんわって。来ないのかな。それとも実はカウンターで倒してしまってたか。いいや、じゃあ左側を進めていこう。左側は何があるのかな。ゾンビいるしな。しょうがない、次の機会にしよう。一面のボスを倒しましたで終わりたかったのにな。残念、敵なんていなかったんや。